はい、こんにちは、原田農園です。今日はですね、1月の28日ですね、月曜日です。今日はですね、新しい圃場をちょっとまた貸していただけるような、感じみたいなんで、ちょっとそちらですね、休耕田になっていましてですね、草がぼうぼうなんで、ちょっと今日今からですね、ブームモア、じゃない、スライドモアをつけてですね、トラクターにですね、つけて、今から草の方を刈っていきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、それではですね、今からブームモアをつけていきます。トラクターでバックしてですね、一農耕の、標準ヒッチですね、 S ヒッチで引っ掛けてですね、取り付けしていきたいと思います。はい、今ですね、取り付けてきましたんで、今からキャスターとですね、配線の方を、つないでいきます。はい、こちらのですね、ワンタッチヒッチのロックを、解除になったのを、入れてですね、ロックをします。で、配線なんですが、電源、こちらですね、この、2つの、シリンダーの、ポンプのモーターを回しますので、必ずですね、バッテリーから直接取るということが鉄則みたいなので、前から来たこの電源ですね、電源をプラスマイナスつないで、あとこちらは、ブームモア自体の、シリンダーを動かしたりですね、コントローラー、室内にありますけどコントローラーを動かす配線を、2つカプラーをつないでですね、これで終了になります。で、あとですね、こちら後ろに保管時の場合はですね、ストッパーを入れとってくださいっていう感じで書いてありますんで、こちらを入った状態になってますね。これを、キルの方に戻します。そうするとですね、使えますんで、これで、あとはですね、スライドモアを下ろして、あとですね、トップリンクで、高さ調整してですね、スライドモアの後ろの部分、作業機の部分がですね、まっすぐ水平になるように確認してですね、作業の方を行っていきます。はい、それではやっていきます。